車体にモータープロペラを固定します。モータープロペラのスイッチを弱に入れて様子を観察します。モータープロペラのスイッチを強に入れて様子を観察します。車体にモータープロペラを斜めに固定します。モータープロペラのスイッチを強に入れて様子を観察します。車体にゴムプロペラを固定します。車体を手で固定し、プロペラを反時計回りに20回巻いて手を離し、動く距離と速さを観察します。車体を手で固定し、プロペラを反時計回りに40回巻いて手を離し、動く距離と速さを観察し、先ほどと比べます。車体に帆を固定します。モータープロペラのスイッチを弱にして風を車体の帆に当てて様子を観察します。モータープロペラのスイッチを強にして風を車体の帆に当てて様子を観察します。モータープロペラの風が帆に当たるように、車体に帆とモータープロペラを固定します。モータープロペラのスイッチを強に入れて、様子を観察します。